若干小ぶりかもしれない。でも味は美味しいです。東京目黒区で目黒のさんま祭りが開かれました。例年宮城県気仙沼市からおよそ5000匹のサンマが提供されていましたが、今年は不漁のため2000匹となりました。抽選で選ばれた目黒区民などが焼きたてのサンマを楽しみました。